今回紹介するのは「ようこそ実力至上主義の教室へ」「2年生編4.5」という本です。豪華客船での波乱含みの夏休みスタートさまざまな出来事を乗り越え無人島試験も終了待望の豪華客船での夏休みが始まっただが試験は多くの爪痕を残し 園が小宮を襲撃した犯人探しを開始他の生徒たちも今までとは違う動きを見せ始めていたそんな中綾小路の前に3年の桐山が現れるお前の存在は邪魔でしかないんだ綾小路告げられたのは南雲の変貌を機械な行動をとり始め綾小路1人に対して3年生全体による 監視という奇妙な指令が下される一方で告白に対しての答えを返すため綾小路は一ノ瀬との約束の場所に向かい大人気学園目視録。 2年目の夏休みは波乱含み前回より面白い前回の月白との謎の肉弾戦がひどかったのでどうかなと思いましたが面白かったです清隆が女子会に参加したりめぐみとの関係が一ノ瀬にバレたり個人的には 宝探しゲームが良かった佐藤と七瀬の絡みが最高笑い佐藤と松下はもっと出して良いと思う時間は2学期になるのかな体育祭ではなく2年生だけの特別試験先生たちの過去に迫る試験内容らしい恵ぐみとの付き合いもオープンにするみたいなので楽しみですそれにしても最後は清高らしい終わりでした以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。